病もあったよ。OK、こんばんは。よいしょ、ステーキ焼きます。今日はね、2018年12月24日夜中の29分です。クリスマスイブイブです。もうイブだ。前日がイブなの、うん、24日、24、うん、今日はイブだ。風船ありがとう。お、出てる。田辺さん、おいす。おいす。こんばんは。鶴根さん、風船をプレゼントしました。風船ありがとう。ロボコさん、ステーキみたい。うん、ステーキ焼くよ。初見です。初見さんいらっしゃい。鶴根さん、風船をプレゼントしました。風船ありがとう。ステーキ焼こう。喉乾いたな。コーヒー買ってこようかな、俺。うん。うん、あ、お茶買ってあるわ。昨日。うん。うん、もうもさいがんさん、初見ですを10個プレゼントしました。おはよう。おはようございます。もさいがんさん、いいねを10個プレゼントしました。あもうもさいがんさん、ゲーピーを10個プレゼントしました。ワド監督さん、アイテムは延長3分前にお願いします。おはようございます。おはよう。彼女がステーキの飯を作ってくれます。よろしくお願いします。トム池、トム池のトムソーヤ池上の忘年会なんだ。マキルさん、ワドツ。お、マキル、ワドツ。
キルさん忘年会。いや、トムソーヤ池上がさ29日に忘年会やるんだって。外傷だね W。そこに行くのよ。マキルさん、池上さん、座談会の企画なのに忘年会って嘘ついてるのか。え、座談会？何それ。俺忘年会をやるから来てくださいって言われてんだけど座談会？何それ。え、29日でしょ、忘年会って言われてるよ。マキルさん、あの人そういうところある。腹立つな。ちょっと待って、これ証拠取っとこう。トムソーヤ池上、これトム池アカウントでしょ、 LINE。お疲れ様です。先日はお電話ありがとうございました。忘年会の日程なのですが、どの日が大丈夫でしょうか。忘年会のさん、それはそれでおもろしろいか。忘年会って書いてあるけど座談会？俺ちゃんと聞いてるよ。お疲れ様です。自分主催で忘年会を行うのですが、もしよかったら参加してほしいなと思って連絡させていただきました。日付は26、27、29の中でどの可能な日時、ギャラいくらですかって返してるそれちょっとなくない、そのブッキングの仕方は。そのブッキングの仕方はダメじゃないの。それ最低な、それ後々揉めるやり方じゃん。ダメでしょ、何やってんの。あ、お米炊いていいや。あ、まだボタン押さえて。多分誘ってる人によって違う言い方してる。それダメでしょ、やっちゃいけないことやってるでしょ。それはダメでしょ。え、なに、リスナーのみんなには座談会って告知打ってんの。はぁ、なんでそういうことするんだろう、考えられないんだけど。生意気だな。え、生意気だな。俺ダメだよね。なんでそういうことができるんだろう。一番面白かったのはノエルとアメリカ人と便所太郎さんの、 あの座談会最高に面白かったけどね。観客呼んで座談会やるんで来てくださいっつって、便所太郎さん呼んでノエル呼んで、でお客さん2人そのなんか公民館みたいなところでやって、もう二度と絡まれつでそれがトム池のデビューだったんだよ。なんかプロモーターみたいな言い方してんだよね。すごい面白いよね。マキルさん、それでわら。それがデビューだよね、確か。もともとそれが鮮烈なデビューだったんだよ。忘れもしないよね、俺ら。便所さんがブチ切れてて、もうトム池とは二度と絡まないっつって。ハゲマルさん、佐野智則ダブル大阪ウルホシやつら。
しょ。さあ俺洗い物からするよ。うん、のんちゃんが作りやすいように。うん、ご飯炊くね。すげえよな。なんでそういうことができるんだろう。ある種の才能だな。なんで嘘をつけるんだろうな。だってもう二度と出てくれなくなっちゃうじゃんね。なんなんだろう。神経がわかんねえな。やだな、なんかトム池座談会に出席しましたみたいな。あ、ていうかなんかゆいかさんすごかったね、今日見逃したよ。え、暴れん坊だね。ゆいかさんがさ、よっさんのことぶん殴ったんでしょ。ツイッターで見たけど腹抱えて笑ったんだけど。ゆいかさんどうなったの。ハゲマルさん、最後にはお前だよ、おしおし。笑ったよな。飯賀さんがよっさんのことぶん殴ったんだよ。とっぽいよな。とっぽいってああいうこと言うんだろうね。ザ・とっぽいだよね。結局5万でじゃん、安っ。もっと取れるのに。もったいな。30万は硬いのに。なんでしたのか。ゆいかさん絶対喧嘩強いよね。モリドン2はだってよしゆきさんのだ。正確にはモリドン3でしょ。モリドン3だよ。モリドン2はよしゆきさんがぶん殴った方。これだからにわかが多いんだよ。モリドン2はもう正式名称決まってるから。よっさんめちゃくちゃ煽るからね。まさゆきか。もうスーパーで買い物行ったんだけど、甘いもん食べれないの辛すぎるんだけど。
糖尿生活入ってたんだ俺も。おいっすのんちゃんね、あのストレス溜まるとね、顔がね、硬くなってね、なんか、なんて言うんだろう、水、なんていうの、できもうできちゃうんだよね。そう、そういう病気なの。でも、あの出会った頃よりだいぶ良くなってるのよ。あんまり言わないであげて。真っ赤に腫れ上がってカチカチになっちゃうんだよ。でもだいぶ良くなったよね、のんちゃんね。最近リンパマッサージしてるから。のんちゃんいるよ。のんちゃんが今からステーキ焼いてくれる。でも先にさ、付け合わせ作んないといけない。そうだね、ゆっくりでいいよ。うん。あ、エミリさん、いらっしゃい。バーガーナイスエミリちゃんだよ。よいしょ。付け合わせから作るんだよね。のりこクッキング。今洗うから待ってて、のんちゃん。はい、こんばんは。豆かな。俺洗い物やってるだけだ。たまった洗い物やってるだけだよ。豆ではないよ。残り9分。残り9分。延長します。アイテムお願いします。
もうね、あのアイテムもらうときはね、残り時間のときだけにした。狭いよ。バーガーありがとう、マキル。タカちゃんバカありがとう。一種の放送やってるみたいよ、最近。元気なんじゃない？なんか中西マンとかと仲いいんだよね。緊張します。のりこ先生、もう少しで出番ですので、はい、温めておいてください。こっちじゃない、ウーロンティー。ウーロンティーだね。のんちゃん、じゃがいも言ってる意味分かった？なんかさ、四角いさ、芋ちょっと揚げてある。そうそうそう、あんなのこれがいい。
あ、充電しないと。炎上したよ。じゃあ、のんちゃんにお迎えしようかな。うん。うん。お願いします。僕は皿洗いとお米洗いの担当でした。え、そこでやのんちゃんやるの？じゃがいもふかさなくていいの？あれふかすのじゃないのかな。まだありがとう。焼いてからチンするよ。焼いてからチンするんだ。分かんないけど美味しいの作って。うん、頑張ります。頑張ってください。読み上げいる？うん。読み上げつけるのね。全部手伝って。あ、ラップ買ってくるの忘れた。あ、必要だったら買ってくるけど。うん、大丈夫。ハゲマルさん、ワコ。おすすめメニュー、人間の目覚め、お米、塩、黒ごまだって。なんだろうこれ。あ、これさ、あ、俺聞いたことある、美味しいやつ。じゃがいもご飯ができるんじゃ。すげー美味しい。甘いやつでしょこれ。
しゃべんないよ。ハゲマルさん、優しいよ、ニコ生。わこニンニコンはハートありがとう、ナイス。オーナメントありがとう、ナイス。もう3個くらいできた。これ2個食べた。2個も？あ、じゃあ1個半。じゃあ3個。3個ね。インカの目覚め。さん、もんちゃんのインスタフォローしといたよ。本名知ってるからいいよ。アマギフ送ってるから。ありがとうございます。ニーニーさん、ありがとうございます。ニンニさん、のんちゃんの料理見るの初だよ。のんちゃんはあんまり料理しません。のんめしです。今日はちょっと時間かかっちゃうかもしれないけど、アジャさん、326,830個目、オーナメント玉を3個プレゼントしました。オーナメントサンキュー、ナイスー、ナイスーだった、ナイスさん、326,851個目、オーナメント、クマを3個プレゼントしました。クマナイス。ニニさん、ありがとう。
223は土監督氏に今天城府見たらこの商品の再入荷予定は立っておりません。商品あるから見といて伝えといて。商品あるか見といてだって。商品？天城府が品切れになったってこと？天城府、商品は再入荷。どれのやつだろう？天城府の。商品の再入荷予定は立っておりません。天城府二宮たかちゃんさん、いいねを10個プレゼントしました。いいね10個ナイス。二宮たかちゃん、ハゲマルさん、魂堂から、ナイス、生主、財務省。ハゲマルさん、こんばんは。カーク船長さん、326,984個目、オーナメント、玉を3個プレゼントしました。オーナメントナイス。カーク船長さん、ありがとう。さん、さなひこ、ナイス、財務省、脱走犯さん、やけどしないようにね。水が入ってた。たかちゃんさん、一辺に入れたら危ないですよね。セミコロン。
ハゲマルさん、刃物は財務省のお父さんやろ。弱くしとこう。道具出すのめんどいさん、ブスで料理もできんのか。じゃがいもを炒めます。エナさん、じゃがいも付け合わせのじゃがいもを炒めます。ハゲマルさん、やる気ねえなら生しゅじめろ。ゴミ箱、財務省、アモーモサイアンさん、水切ってね。うん、水切って頑張ります。アモーモちゃんだ。アモーモサイアンさん、じゃがいもの水をペーパーで拭いてね。道具出すのめんどいさん、肉見せて。よし。ハゲマルさん、クリスマスプレゼントは財務省麻生頑張って。これで拭けばいいな。二宮たかちゃんさん、じゃがいもは茹でて水気を取ってから炒めるのでは？セミコロンと思っているのは僕だけかな？炒めてからチンします。ニンニさん、何の料理するのかな？ステーキの付け合わせを作ります。あ、パチパチ言わなくなった。二宮たかちゃんさん、なるほど。ハゲマルさん、吉田とは？ T2 さん、チン好きだな。じゅわじゅわ。ハッピーさん、チンしてからの方がいいよ。あ、焼いてしまった。焼いてしもうたかな。ニンニさん、茹でるだけでもいいし、ポテトみたいに水にさらしてから揚げてもいい。ハッピーさん、チンしたら柔らかくなるからね。次からだね。次からチンします。今日は炒めちゃいます。よい子さん、もんちゃんども。ハゲマルさん、安倍森永とか、ゴミ箱、財務省。あゆこさん、こんばんは。T2
トゥーさん、こんばんは。こんばんは。松平さん、こんばんは。こんばんは。ハゲマルさん、新宿駅でやるな。ニンニさん、茹でると奥となるからよかったかもね。そうだね、茹でた方がホクホクなる。こんばんはから、ルナさん、こんばんは。こんばんは。メイさん、ルナさん、こんばんは。じゃがいものあれさん、キチガイの顔してるね。ソラさん、1回レンジで2分くらいチンすれば OK。 ゼロ課金さん、サムネ笑ってもうた、ごめんなさい。延長するのでアイテムください。レイコチムクさん、フライパンかっこいい。フライパンかっこいいでしょ。これ高かったんだよ。いいやつ。じゃがいものあれさん、言語障害の人ですか。ルナさん、ピッコロをプレゼントしました。ピッコロナイス。ハゲマルさん、韓国人ベイベイチャンガーかな、へへへ。延長するぞ。さん、いいねを5個プレゼントしました。いいね、ありがとう。 T2、はい、さん、そのフライパンをいくらですか。はいはい、よい子さん、つまらないものですが。うわ、いっぱいバーガー、ありがとう。このフライパンは2万円だよ。メイコチムクさん、ワドさんの奥様ですか。ラチャ、アミチャ、サンケー、ピーを5個プレゼントしました。ジャガイモのアレさん、障害ありますよね。障害ないよ。ナチュラル思考強めの関さん、たくあん焼いてるの。これはジャガイモを焼いてます。メイコチムクさん、2000円でなく2万円。ハッピーさん、アムウェイのフライパンに似てる。 T2 さん、いいフライパン使うと美味しくできるね。二宮たかちゃんさん、結構しますね。2万円はすごいです。これは服部先生の開発したフライパンです。熊田さん、じゃがいも何気に時間かかるよね。わら、これ時間かかるね。T2 さん、服部先生さすがです。服部先生だ。服部先生のフライパンだからね。ハゲマルさん、和道くんは空港だぞ、悲しいのおてぷかんかん、ゴミ。
トゥーさん、服部先生、今何してるんですかね。服部先生、何してんだろう。学校の先生してんじゃないかな。二宮たかちゃんさん、美味しく出来上がりそうですね。ちょっと焦げ目がついてきた。ハゲマルさん、お餅かな？へへへ。焦げ目。ニンニさん、ブロンコビリーだったかな、潰したジャガイモ付け合わせだった気がする。マッシュポテトもいいよね。潰したやつ。あ、ブロッコリー、緑がついていい。緑があっていいね、ブロッコリー。ハゲマルさん、音楽は人間性に勝てない。お塩バラバラっと。あ、焦げてるやつがいる。こいつだけ焦げてる。ハゲマルさん、撫でるだけか？ゴミ、お手ぷかんかん、ゴミ。その感じで炒めとけばいいと思う。自衛隊さん、それは芋かい？これはジャガイモです。これからチンしよう。ほうれん草、ほうれん草できた。レンジ。今度はほうれん草を炒めます。
絞ってね。これ自衛隊さん、平和道くん彼女いるんだ、顔見せてよ。ハゲマルさん、お前の王朝住宅とは。自衛隊さん、全然見えへんよ。ほう、次はほうれん草炒める。味を見る。自衛隊さん、多い彼女さん、顔見せてや。任務さん、顔はたまに見えるぐらいでいいよ。キートゥーさん、やっぱりそのまな板も服部先生ですか。このまな板はどっかのです。自衛隊さん、彼女さんは整形ですか。脱走犯さん、見てたらお腹すいた。メイコチムクさん、何にだめてるの。ニンニさん、アンチコメント気にしないでしょう。自衛隊さん、あらまあ耳が聞こえないのかな。彼女さんは整形ですか。整形じゃないです。ハゲマルさん、ミスター、チルドレン、頑張ってほしい。翼さん、白髪。そして4にましたさん、あれ、のんちゃんじゃないよね。のんちゃんだよ。そして4にましたさん、あなた、誰ですか。のんちゃんは。のんちゃんだってば。自衛隊さん、マイケル・ジャクソンみたいな整形失敗顔だな。メイコチムクさん、今日はドサン寝たのかな。そして4見ましたさん、のんちゃん顔面変えた。自衛隊さん、顔面整形失敗お化けかな。田中さん、ちばなクララに似てると言われない。じか。くももんさん、のんちゃん、うざいやつブロックでいいよ。よし、ブロックしよう。ハゲマルさん、グレイオをずっと二人で来た。自衛隊さん、やめろお化け。悪口言うとブロックしちゃうからね。タケルーさん、顔面核兵器。脱走犯さん、あとずっと独り言の人も。タヌくんさん、自衛隊はブロックしていいよ。任務さん定義、リスナーさんも見てて愉快なアンチコメントはブロックされることがあります。
タカさん、メリークリスマス。タカさん、いいね、10個ナイス。ユメカさん、飲もう。あ。フミチさん、ステーキは、T2 さん、チンしよう。お皿が熱い。さっきのじゃがいもをチンした。あ、柔らかくなった。ホクホクホクになりました。ゆめかさん、マヨネーズかけよう。付き合わせだけできちゃったんだけど。ねえ。付き合わせだけできちゃった。テルチャンピマットシュランさん、昨日はありがとう。ご飯まだ食べない。 T2 さん、おいしくできた。くももんさん、いい感じだね。ゆめかさん、マヨネーズかけた？マヨネーズはかけないよ。これは塩味。ハゲマルさん、4,444,600。ハゲマル、うるさいぞお前は。ハゲマルブロックだぞ。うん、じゃあどこ座る？トラコ大作戦さん、ステーキはもう焼いたの？ゆめかさん、かけろって。これ回すとクランプって閉まるから、うん、あれ、T2 さん、のりこ出せ。モンさん、ワドさん、テルチャンピーがお礼言ってたよ。あ、ありがとう、報告。やった、テルチャンピーが喜んでくれた。はい。お。ゆめかさん、お酒飲もう。お酒飲めない。ニーニーさん、ステーキの時のじゃがいもにマヨネーズじゃなくて塩だよ。うん、塩にした。のんちゃんのこれをぐるっと動かす。ハゲマルさん、舞台お疲れ様でございました。664,444。 T2 さん、お肉焼こう。サントラさん、327,529個目オーナメント玉をプレゼントしました。ゆめかさん、いいからお酒飲もう。お酒飲めないんですよ。ラムーユさん、300人突破、さすが飲飯効果。まだね、ご飯が炊けてないから、ご飯が炊けてからお肉焼きます。ワロさんは今作業中です。付き合わせはほうれん草とじゃがいも。たかやんさん、和骨ステーキ焼くと聞いて。 T2 さん、和道はどうでもいいです。たかやんさん、こんばんは。ゆめかさん、肉たれたっぷりと。うん、ニンニクよ、ニンニクやってよ。ニンニク皮むこう。どうすんの？うん、ここでやる。くももんさん、お肉の味付けはどうするの？お肉の味付けは塩コショウとニンニク。ニンニク醤油でしょ？うん、ニンニク醤油。
甘くしないよ。豆大福さん、327,541個目。幸せそうですね。夢かさん、クリスマス用の肉。神さん、キモ。キモって言っちゃダメだよ。悪口言ったらブロックしちゃうからね。たかやんさん、楽しみだ。酒取ってきますよ。彼女さん。たかやんさん、いいお酒を飲んでください。なんかわかんないけど3個ありがとうございます。リン2、3定期リスナーさんも見てて、愉快なアンチコメントはブロックされることがあります。定期ありがとう。今このニンニクの皮を剥いている。ニンニクの皮を剥けない。田中さん、焼き具合は何が好きですか？焼き具合は、よく焼きます。Well done。ニンニさん、たまにのん茶の配信もいいね。ヤバショウさん、今日もものすごく輝いてるね。ノリピー本風。ゆめかさん、そこから作るんかい。ヤバゾさん、こんばんは。T2 さん、レアでもいいよ。レアでもいいの？ワドさん、レア食べられない。ウェルダン。ワドさんはウェルダン。ガッシーさん、肉写してよ。今日のお肉は豪華な肉。カタロースステーキ。和道はどうでといいよ。はい。ビーン。これをお買い得。696円だ。脱走犯さん。お。でーん、でかいだよ。ウィーン。味はわかんないけどね。安いから。脱走犯さん1枚だけ。2枚買った。ダソハンさん、ダソハンさんって名前になっちゃってる。ゆめかさん、クリスマス用の肉じゃないやん。これクリスマス用の肉じゃないの？まだ今日はね、明日が、あ、でも起きたらね、明日だから。翼さん、硬そうだな。硬いかもしんない。 T2 さん、明日はチキンだね。明日はチキンがいいな。ケンタッキーがいいな、明日。豆大福さん、メリークリスマス。そうか、予約は半端だよ。予約がいるのか。ゆめかさん、チキンの照り焼き。あ、照り焼きいいね。なんかさ、ほら売ってたじゃん、あれ、チキン、骨付きチキン。あれうまい。骨付きチキン。ニンニさん、フォークで何か女が刺すと柔らかくなるよ。T2 さん、鶏捕まえて焼こう。鶏の丸焼き。焼くとこがないよ。肉をフォークで何箇所か刺すと柔らかくなる。筋切りだ。そうか。叩いたりするぞ。ニンニさん、肉叩きの代わりにフォークでやるといいよ。T2 さん、服部先生のフライパンで焼けるよ。くももんさん、ローソンの黄金チキンが美味しいって言ってた人いたけど、どうだろうね。ローソンにもチキンあるんだ。どこでもあるね、今チキン。ファミマのプレミアムチキンは。ゆめかさん、骨がついてたらうまい。骨ついてるやつうまい。ニンニさん、ニンニの家には肉たたきあるよ、便利。肉たたきか、いいな。
肉切るさ、ステーキのさ、切るナイフないんだよね、うち。キコキコやる。はい。豆大福さん、セブンの骨付きチキンあんまり美味しくなかったよ。セブンの美味しくないんだ。T2 さん、人の家の鶏捕まえて調理したらダメだよ。22さん、ナナチキかな。人んちの鶏食べちゃう。でもこの辺鶏飼ってるうちない。モーコーさん、モンちゃん、素直で可愛いね。うん。豆大福さん、七チキの骨付きです。七チキの骨付きなんてあるんだ。七チキも、七チキは、旨辛チキンが美味しいかな。今ちょっとこれ ご飯が炊けるまでの間に、これはなんだっけ、ニンニさん、好き嫌い分かれる金曜日のやつで、ファミマチキンソフトバンクこの前までもらったよ。 T2 さん、のりこの年なら鶏の皮剥ぎで血抜いて調理したでしょ。調理しないよ怖いよ、鶏の皮剥ぐとか怖いよ。原始人じゃないんだから。戦中のりこどんだけバーバーだよ。一応ね、戦後生まれだからね、言っとくけど。T2 さん、のりこの年なら田舎で育った人は向いてるよ。ほんと？マジか。田舎の人は自分家のニワトリ食うんだ。俺のばあちゃん、牛潰したって言ってたよ。牛、いや、潰したって言ってたとか、普通になんか月1ぐらい月あの牛を潰すんだって村で。うわやべえ。鳥とかをさばくこと潰すっていうかね、ばあさん。潰す鳥潰す専門用語使うから怖えよ。もうだって鶏とかさ、ペットだからね、こっちには。東京とかだったら鶏ペットだから。食料だから、食い物だ。食い物とかなんかかわいそうだな。豆大福さん、失礼な質問すみません、何歳なんですか。のんちゃんは48歳だよ。田舎の人はあれだって、やっぱ潰すんだってD2 さん、のりこも生き物食べてるんだから1回ぐらい経験しときなさい。豆大福さん、怖いよ、若く見えます。お若く見えるって。ラムユーさん、愛にはトリのメルを潰して我の肉に。ニワトリ潰すとか怖いよ、かわいそう。動物大好きだもん。うん。子さん、若い49歳だと思ってた48だから、のりこ48で覚えるんだよ。そう、のりこ48で覚えて。
なんかお腹さ、空いてないんだけど。お腹空いてないの？うん。料理やるとなんか腹いっぱいになるの、なんだろうね。うん。豆大福さん、可愛らしい方ですね。たぬくんさん、肉焼いた？肉まだ焼いてないです。たぬくんさん、こんばんは。今、ニンニクの皮むきしてます。何個ぐらい使おうかな。いっぱい使うから。ニンニクいっぱい入れよう。いっぱい入れよう。今ご飯炊けるの待ってる。ともゆきさん、ニンニクで蒸し焼きにすると美味しいですよ。ニンニクの、ニンニクで蒸し焼きか。豆大福さん、いっぱい入れた方が美味しいね。うん、ニンニクいっぱい入れる。ご飯が炊けてからお肉が焼くからね。フォークでブスブスやってればいいんじゃない。あ、炊けた。ご飯が炊けた。1枚ずつ焼こうか。大きいから。豆大福さん、二人幸せそうでいいですね。幸せ。よし、むけた。皮むけたよ。オッケー。じゃあ移動するか。うん。移動してもらいます。今日は彼女の手料理です。あ、なんか蒸し暑い。蒸し暑い。換気扇つきよ。いいよ。やっぱりこれをとこう。豆大福さん、いいですね。いいよね。こんな感じかな。できた。たかやんさん、こう。こんな感じか。これを今度も一回フライパン乾かしてアメ大福さん、ワドさん優しい彼氏ですね。ワドさんは優しいですよ。ヤサオ、ヤサオと呼んでください。ぬこちぐらさん、こんな時間に食事ですか。ジョニーさん、ヤスオ。なんかさっき起きたばっかりなんだよね。さっき起きて買い物行ってきたの。 T2 さん、和道のカワハギで焼いてもいいですよ。とりあえず髪の毛ちょっと、ニンニク。キツオちゃんは楽しみたいさん、のりちゃんちゃんと料理できるんだ、えらい。
肉焼くだけだけどね。肉。海の王子さん、おはようございます。おはようございます。お肉、脱走班さん、夜食作るかな。うお、肉。海の王子さん、でかいお肉。でかいな、これ本当に。うん、いよいよ入って、うん、ケーキ焼くときって、うん、こことかに筋あるじゃん、うん、こう包丁入れたりとか、うん、こういうフォークで、うん、ブスブスどん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 ぶっ刺していく、うん、そうすると筋が切れて柔らかくなる。 T2 さん、ニンニクもっとぐちょぐちょにすると香り出るよ。だん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 ぶっ刺していく感じ。だん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 、包丁の場合は筋のところを、包丁は違うこういう筋の部分とかにこうナイフでこう入れていくんだ。分かる。うん、で筋を切る。高山さん、ふむ、うん、ぶつぶつ、それはもうバン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 ぶっ刺していく。 T2 さん、刺し方、豆大福さん、敵をつけてね。どんどんします。いっぱい刺そう。ブスブス。 T2 さん、サクサク音するね。オーストラリアさん、これはなんだ、どこさんだ。これは最初はこれでやる。T2 さん、服部さん、服部さんのフライパン、服部先生のフライパン。これも豆大福さん、カナダ産の肉おいしいよ。カナダ産がおいしいんだ。おうちビーフはオーストラリア。豆大福さん、塩コショウしないの？あ、塩コショウしなきゃ。おたまちゃんさん、もんちゃんの料理だ。ブラックペッパー、ブラックペッパー。
トゥーさん、ニンニク焦がさないようにね。はーい、ニンニク焦がさないように。豆大福さん、ニンニク焦げやすいから先に焼いて取り出すといいよ。そうだね、取り出そう。油にニンニク味をつける。油あってもいいな。オリオリーブ。お母さんは使わないので、ここに。豆大福さん、肉焼き上がる前ぐらいにニンニクまた戻すといいよ。なるほどね、肉焼き上がる前に戻そう。に300金の鉄のステーキ皿使ってる。10年以上同じの使ってるよ。いいな、ステーキ。鉄のやついいよね、あったかいから冷めなくって。あれ欲しいな。豆大福さん、もうニンニク取り出してもいいかも。ニンニさん、使ったら火を通して乾かして油しとけば悪くならないからね。純一さん、手は洗った？手洗ったよ。ちゃんりささん、皿に入ってる緑の何？ほうれん草。重たいから片手で持てないでしょ。持てる？大丈夫。大丈夫。さん、ほうれん草炒めたやつだよ。うん、ほうれん草炒めた。ちょっと一回フライパン温めます。たかやんさん、ほう。リサさん、肉うまそうだね。塾長さん、飯テロですな。
メステロだ。高谷さん、塾長。一度温めます。脱走犯さん、偽物よ。ちゃんりささん、偽物塾長。偽物塾長さんなの。ここにはね、来ないんだよ、塾長さんは。いるんだ。おたまちゃんさん、偽物か。夏人こうちゃんさん、塾長に本物も偽物もないけどなわら。塾長さん、投げなければ偽物。純一さん、そのフライパンの柄は火にかけていても素手で持てるの？ジュー、ここ素手で持てる。脱走犯さん、いい音。ニーニーさん、いい音。ジューっと言ったね。ラムーユーさん、いい音してるね。からおたまちゃんさん、ハラゲンルは、塾長さん、いい音。たかやんさん、このフライパンは、とてもいい。カレイジャさん、張り付かない？ごさん、もう焼けたよ、くえ。早いよ。豆大福さん、まだ焼けてないよ。焼いてる間に、もう一枚のお肉準備しよう。もう一枚食べられないんだけど。どうしよう。マドさん、下焼いて食べる？お腹いっぱいになっちゃった。ヒロさん、初日は生でも大丈夫。キューアーさん、表面に火が通れば食えないことはない。ニンニさん、和土師に少しもらった方がいいね。ジャンリサさん、それ夜ご飯。これ夜ご飯。くしゃみして鼻くそ飛ばす予定ある？フライパンの前で。くしゃみして。鼻は飛ばさないよ。焦げ目がつかないな、なかなか。これから天さん、のりこ、美しいステーキ焼いてくれよ。豆大福さん、アルミホイルで蓋したら中まで火が通るよ。ジエドさん、コンドームはつける派ですか？ちゃんりささん、夜ご飯ごっそわら。夜ご飯さん、レアとミディアムレアってどっちが生？レアが生。よく焼きます。今日はくももんさん、夜ご飯なのか朝ご飯なのかわからない時間だけど W。純一さん、パンはいつ履くの？パンはつかないよ。本当だ、もう朝ごはんの時間になっちゃう。高谷さん、純一さん、か、おちんぱんさん、まずそうだな。おいしいよ。ちゃんりささん、ワイン。
脱走反感グランペにはならないか。うん、ならない。これはね、 IH だから火がつかない。だからほんのちょびっとだけワインをほんのちょびっとだけ入れた。いいいいさん、そんな少ない量のワインじゃ焦げるだけだろわら。おちんぱんさん、ごめんなさい。よく見たら美味しそうでした。うん、美味しそうでしょ。それ何焼いてるの？おちんぱんさん、かわいいですけ。うっぱさん、うん、ペトさんさん、M だらら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 。純一さん、塩コショウってどのタイミングがいいんだろう。おちんぱんさん、良い彼女。塩コショウのタイミングがいいんだろう。バキューアさん、塩コショウは肉を焼く前がいい。そうだね、焼く前がいいね。詳しいな、みんな。ジャンリサさん、ノリコ今日かわいいな。みんな詳しいな、素敵。詳しい。みんな今日素敵に詳しい。ウェルダー捜査官さん、焼き加減は？焼き加減はウェルダン。ドンフアンさん、素敵なステーキ。素敵なステーキ。純一さん、頭をフライパンの前でかきむしってみて、ふけがいい味出すから。リボーンさん、焼き加減は生姜焼きでお願いします。生姜焼き。ここきれいにしてね。焼けたかな。まずママが。これはちょっと弱火でやるとお肉が柔らかくなる。ドンフアンさん、塩コショウは？豆大福さん、ヘダしないの？塩コショウしたよ。バキューアさん、オーブンあるなら入れちゃえばいい。うん、オーブンね、いいね。オーブン蓋はしないよ。ジャンリサさん、のりこ一人で食べよ。ふみちさん、ナイフとフォークある。ナイフがない。あ、どど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 、ナイフがないよ。ここで一回包丁で切る。あかりさん、二人で食べるの？二人で食べる。ももさん、アルミホイルに包むんだよ。アルミホイルで包むの？ジャンリサさん、カズミチはほうれん草。ワドさんはほうれん草だけ。ほうれん草とじゃがいも。もう焼けたんじゃないのかな。ももさん、蒸らすんだよ。あ、蒸らすんだ。豆大福さん、アルミホイルで蓋するといいよ。ジャンリサさん、わらわらわら。ふみちさん、解放さんの分はないの？解放は今ダイエットしてるからない。
の裏も焼けたかな。こっちの裏も焼けたな。チャンリサさん、和道はほうれん草とニンニクだけ。脱走班さん、もうよさげ。もういいね。どうやって切ればいい？こうやって切ればいい？ウィルダン。バキューアーさん、端っこだけ切ってみたらどう？うん、ウェルダン。どっちかサラダは食べるの？サラダ？うん、サラダ食べる。食べる、うん、俺のコールスローも。え？てか待って、俺サラダつまむよ。あ、結構量多いな。確かに。結構量多いな。 T2 さん、服部先生に頼れば間違いないね。うわ、うまそう。服部先生に頼れば間違いない。服部先生のフライパンね、超扱い難しかったよね、最初ね、うん、くっついちゃうんだよね。でも最近使いこなしてきたよね、うん、コツがすごいいるよね、プロ用は。5000円ぐらいのフライパンが一番いい。チャンリサさん、ステーキうまそう。超うまいよ。あれ、醤油は？うん、作るよ。これからか。時間もうちょい、あと何分？あ、15分か。とりあえずお皿にのせよう。いい。大きいお皿にのせよう。平皿でいいか。バキューアーさん、その残った肉汁にバターを溶かしてみて、美味しいよ。それソース作るの？うん。バターはよ。バターあるよ。買ったじゃん。バターはいいよね、ソースに入れなくて。どっちでもいいよ。うん、どうする？じゃがいもとかほうれん草の方に添えれば。うん。チャンリサさん、ニンニク醤油。ニンニク、ガーリック醤油が美味しいね。ちょうどいいから食べる枠キャスでやろう。ちょうど延長2時間ぐらいか。ちょっと待ってて。いいよ、持ってるよ、はい、確かに量多いね。1枚でこの量はすごいわ。わー、うまそう。付け合わせものせよう。お願いします。ここに置いて、綺麗になる。取る？うん。豆大福さん、醤油に少しみりん入れたら美味しい。みりん少し入れようか。少しね。あ、じゃがいもが置けなくなっちゃった。大丈夫だよ、加算しないだよ。そこにあるから。じゃがいも。チャンリサさん、何それ？ポテト？ポテト。次枠は延長なしです。この枠で終わりです。赤ワイン入れて。少しね、うん、みりん少し入れよう。うん、ちょっとね。リスナーさんが言ってるから。みりんもちょびっと入れます。チャンリサさん、ツイキャスわからん。ツイキャス、いや、飯食うだけだよ。醤油、混ぜて、いかないと。はい、オッケー。落ちるでしょ、うん、
脱走半さん、うまそ。絶対うまい、これ。あの、俺ワインの匂い苦手だからさ。豆大福さん、おいしそう。絶対うまい、これ。さあ、俺机用意するわ。うん。リサさん、机わらわらわら。机。机はあの取り出し式だから。豆大福さん、ニンニク焦げないでよかったね。うん、ニンニク焦げないでうまくできた。T2 さん、4時のステーキ最高だね。お、麦飯食べた。いいよ。うん。豆大福さん、ニンニク焦げたら苦いからね。うん、ニンニク苦いからね、焦げたら。こんな感じで。監督わさびさん、手際わりいいな。こんな感じでできた。置くよ。うん、はい、はい、はい。これ。ちょっといいや。完成です。脱走班さん、でも焦がしニンニク好き。超うまそう。今度のんちゃんのご飯とサラダ。チャンリサさん、出来上がり。サラダさ、なんかそのボウル洗ってさ、これ？それ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 、のんちゃん見て見て見て、美味しそうだね。これ？うん。それにこれ二つ混ぜてさ。さっさと捕食しろ。監督わさぎさん、嘘つけわら。モルガー捜査官さん、飯でもたまりません。監督わさぎさん、盛り付けもっとうまくできるだろわら。ブライアンさん、328,318個目、オーナメントクマを3個プレゼントしました。皆さんありがとうございました。チャンリサさん、千切りキャベツ。千切りキャベツ、コールスローってやつだ。なんだろう、またバグってんな。豆大福さん、ゆっくり食べてくださいね。はいはい、ありがとね、みんな。こんな感じで完成です。のりこステーキです。のりこステーキ、あとサラダとご飯だね。麦飯。チャンリサさん、アット9。いや、もうこの枠で終わりにするよ。次はキャスでやる。大体2時間ぐらいがね、ぐだらなくてちょうどいい。ルナさん、飯テロ。ね、で麦飯はね、こんな感じです。最近麦飯にしてる。糖尿病の疑いがあるから、麦混ぜてます。麦飯、うまいんだよ。プチプチして。プチプチ。うん。面白かった人は最後にアイテム投げていただけると嬉しいです。チャンリサさん、糖尿病ナイス。パーチャンさん、麦飯って糖尿病予防になるの？あかりさん、太ってないのに。そうなんだ。そうなんだよ。ポンちゃん、ご飯どれくらい？ご飯いらない。ご飯いらないの？うん、お腹いっぱいになった。チャンリサさん、のりこ写して。豆大福さん、ボリュームすごいね。ボリュームすごいね。テルルさん、初コメでストップ。角ののんちゃん大丈夫？
ソルジャー PP3 328,385 個目メリークリスマスコマネチーさんボンチャンスケーキムネソーワドツです。ドレッシングはごまでいい？うん、ごまでいい。豆大福さんお腹減ってきた。じゃあ皆さんお疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。最後にのんちゃん、あ、パフェありがとう、アイテムありがとう。ベッドの上かい。じゃあみんな、のんちゃんの料理枠でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。メリークリスマス。おつおつ。ただのまさとさん、キモ。キモいって言われん。チャンリサさん、ベッドの上なのこれ、わらわらわら。これベッドの上で、我が家の食卓だよ。ここ何、我が家ディス。我が家ディスされたんだけど。ここが食卓だ。しょうがないじゃんね。場所がないのだ。場所がないんだから。低所得者なめんなよっていうね。低所得者なめんなよ。あれ使い方わかんねえな。花さん、キモ。よいしょ。チャンリサさん、のりこだけ写して。ブロックするわ、このチャンリサってうぜえから。ブロックです。よいしょ。豆大福さん、幸せなら何でもいいよね。よいしょ。バイバイ。はい、お疲れ。バイバイ、みんな。お疲れ。まったねー。豆大福さん、またねー。